ロック TV オン、皆さんこんにちは、ロック TV オン、ですが、今回はアートリアの新しいシンセサイザーですね、オリジンキーボードを、ご紹介したいと思います。はい、まず、アートリアの、アートリア社の、ご紹介をしたいと思うんですけども、まあ、今よく音楽制作されている若い方は、もう今この辺に並んでるですね、アナログシンセ系の、ソフト音源、で有名というか、でアートリアっていうのは知っていると思います。で、もともとは10年ぐらい前に、ストームっていうソフトウェアがありまして、それからスタートしてますね。プロペラヘッドのリーズンみたいなオールインワン型の、シンセ、シーケンサー、エフェクターなどが入って、それだけで、曲作れるという。で、まあ、出た当時は特にダンスミュージック系に特化されて、そういう感じで、売られていたと思います。で、その後に、最初にモーグモジュラー V が出て、ミニムーグ、ジュピターとかいろいろ、なんて言うんでしょうね、いろいろソフト音源系が出てます。で、特徴は、なんて言うんでしょうね、全く新しい自社製というんではなくて、実際にあったヴィンテージのアナログシンセサイザーを、シミュレーションして、ソフト音源化しているというのが特徴ですね。はい。でですね、パッケージにも書かれてますが、アートリア社の特徴は、TAE エンジン、トゥルーアナログエミュレーションの略なんですけども、アナログのモデリングの技術がかなり優秀で、本家のムグさんの写真も写ってますけど、ムグ社公認の、エンジンを、まあ、再現性が高いということで承認をもらってるぐらいの、エンジンですね。で、この方式でいろんなソフト音源が出てます。で、これの、まあ、集大成として、オリジン、最初デスクトップですね、ハードウェアの申請が出まして、まあ、かなり6個でも好評を得てます。で、ついに発表からだいぶ時間経ってますが、ついにキーボードバージョンが登場という形ですね、なってます。はい。キーボードバージョンが出まして、僕も、最初はウェブの画像でしか見たことなかったんですけども、実際見てすごく感じたのがですね、すごく質感の高さですね。音はもちろんのこと、キーボードシンセサイザーとしてそのものとしてもすごい完成度が高いというか、本当に買いたいっていう、ちょっと所有欲をそそられるようなマシンですね。で、ちょっと写真しか見たことがない方、この折りたためる構造で、なんて言うんでしょうね、大丈夫かなとか、ちょっとチャッチンじゃないかとか思われちゃってる方も多いと思うんですけども、かなりこのヒンジの部分とかすごいしっかり作られてまして、しかも質感がすごい高いです。で、後ろのここはアートリアの A のマークが光りますので、ちょっとライブの時もかなり映えるんじゃないかなと思いますね。で、サイドパネルがまあとか、ボディが木製、木も使われてます。で、実際鍵盤、キーボーディストの人に弾いてもらってますね。で、この鍵盤がですね、かなりタッチがいいという評判で、まあ、海外製のシンセですね、アクセスなんかもそうみたいなんですが、まあ、自社製鍵盤ではなくて、イタリアのファターというメーカー の鍵盤を使用しているようです。で、シンセ鍵盤でもランク分けがされているようで、まあ、何段階かになっているみたいなんですけど、ファター社の最高級のシンセ鍵盤が使われているということで、ウェイテッドの鍵盤なんですが、かなりタッチが良くなっているんで、本当にプレイヤー志向の人にも多分満足いただけるんではないかと思います。で、ちょっと写真で見るのとはだいぶ違いますので、ぜひロックオンの店頭で見ていただければと思います。ちょっとかなり見ると欲しくなるんではないかと思いますので、よろしくお願いします。
じゃあそれでは実際にオリジンキーボードの、音を出しながら、音と機能と、紹介していきたいと思います、はい、では、録音の、長岡君に、実際弾いてもらいながら説明したいと思います。お願いします。皆さんこんにちは、ロックオンスタッフの長岡と申します。もうあのね、入社して1年くらい経ったんですけれども、あの拙いキーボードプレイですが、ちょっと本日は皆さん最後までお付き合いください。よろしくお願いします。というわけで、はい、移動します、では、はい、はい、じゃあプリセット何個か変えながら聞いてみましょうか。ミキターとかさ、数々のシミュレーション系が TB303 ですね。フィルターの効きも鋭いですね。本当に太いというか、ソフトシンセだとね、たまにあのそれっぽいんだけど、あれなんか薄いなみたいになるんですけど、太いですね。でシンセだけじゃなくて、オルガンのモデリング音源ですね。サンプルじゃないです、モデリング音源ですね、が入ってますね。これリズム音源も入ってますね。という形ですね、はい、プリセットはかなり数が入ってるんですけども、今00からスタートして、まあこれゼラーっていう感じなんですが、後で、追加された1000番台のプリセットっていうのが、まあ、いくつか入ってまして、結構レイヤーとか組まれてて凝った音色がいっぱい入ってます。あとリボンコントローラーの、説明をしたいと思うんですけども、あと、まあ、まず今ちょっとこの画面にミニモーグの絵が出てると思うんですけど、これが出てるプリセットをですね、エディットモードに入るとこのミニモーグの絵が、出て、すごい分かりやすいですね。あの本物とか使ってた方は特に分かりやすい感じになっています。ちゃんとちょっと見にくいんですが、そうですね、ちゃんと画面も連動してフィルターを動かすとフィルターもちゃんと動くという感じですね、なってますね、はい。それでですね、リボンが面白くて、ちょっと気になってますで、通常のリボンコントローラーさ、まあ、触ったことがある方いっぱいいらっしゃると思うんですけども、通常はこのオリジンでいうアブソリュートモードっていうもので、真ん中がゼロ基準ですね。弾いたとこから今あの、ま、ゼロ基地点から、上下2オクターブっていう設定になってるんですけども、でこの場合なんて言うんでしょうね、弾いてゼロからスタートしたいときはいつもここに指を置かなきゃいけなくて、当然違うところに置くと違う音程からスタートしてしまうんですが、
モードを切り替えてですね、リレーティブモードっていうのにしていただくと、じゃあ何か一緒にしましょうか、はい、皆さん分かりますかね、押したところがそのままゼロになって、そこからコントロールができます。で、まあライブとかで使って、まあ、かなりラフにっていうか弾いてる時にリボン使いたいなと思って、この真ん中にピッと手を置くのはちょっと難しいんじゃないかなと思ったりとか、あと今2オクターブなんですけども、まあ、弾いて一番下からやると、まあ、こう4オクターブ滑らかにコントロールできるんで、かなり演奏の幅が広がるしっていう感じで面白いですね。で、これは昔ヤマハの CS80V って、 80V はごめんなさい、このソフトですね、 CS80 の方についてたリボンコントローラーの機能を再現してるということですね。はい、こんな長いリボンコントローラー珍しいですよ。はい、かなりこだわってますね、うん、はい、はい、ということですね。あと特徴的な機能で、アフタータッチの説明をしたいと思うんですけども、ちょっと弾いてみてもいいですか。アフタータッチで音色が変化しているのが分かると思うんですけども、これも現行ではオリジンしかできない機能の一つというふうに聞いてますが、ちょっと分かりやすくやるとですね、まあ、アフタータッチかかりますけど、よくこういうアフタータッチで音色変化とかをプレイしている方は気がつくかもしれないんですが、最後に弾いた鍵盤のノートの部分にアフタータッチがかかってます。で、通常は一般的な今ある通常のシンセキーボード系のアフタータッチは、例えば和音弾いた時にアフタータッチをやると、弾いてるすべての音に対してアフタータッチがかかってしまうんですが、これはその最後に弾いた押した部分にかかるので、かなり演奏の幅が広がりますね、はい、ちょっともう一回弾いてみましょうか。これはコントロールする、まあ、エディット、なんて言うんでしょう、先によってもいろいろ変化つけられて、かなり面白い効果が得られるんじゃないかなと思います。はい、はい、ではオリジンキーボードの音聞いてもらいましたが、まあ、一応今ここに並べてます他の商品もご紹介したいと思います。ちょっと今全部ないんですけども、モーグモジュラー CS80 ジュピタープロフェットですね。で、ロックオンでもかなり売れ筋の、ちょっと取り出します。V コレクションですね、いわゆる全 VD、プラスっていうプラス音源だけ入ってませんが全 VD ですね、はい、大変お得になってます。でですね、今おすすめはですね、一応上に載っけてますけど、アナログラボラトリーっていうソフトウェアで、これは今までのアナログファクトリーが単品でファクトリー V2.5 ってやつですね、出てるんですけども、音色はそれと一緒なんですけども、スプリットとかレイヤーが組めたりとか、
あとは単品のもともとノーグとかジュピターとかを持ってると、あの音色をフルエディットできるというかなり強力なバージョンアップがされてます。で、あの通常はあの49件のキーボード付きのモデルとセットであの販売してるんですけども、あの今は数量限定でソフトウェア、アナログラボラトリーのソフトウェアのみ単品で販売と、あと V コレクションですね、通常の V コレクションと同じ値段でアナログラボラトリーがなんとついてくるという、これはかなり強力で、あの単品のソフトウェアも基本的に全部入りますので、あのラボラトリーに入っている3500音色がフルエディットできてしまうというかなりお得な商品ですね。あの限定ですがまだ在庫ありますので、ぜひ、はい、あのぜひご検討いただければと思います。はい、はい、ではご紹介してきましたがオリジンキーボードいかがでしたでしょうか。まだまだですね、発展途中というか、あのバージョンアップはどんどんしていって、あのモーグの絵が出てきたプリセットもそうなんですけど、どんどん新しい機能がついてくるではないかと思います。でこれからの、キーボード新製なんですが、もう現段階でもすごく魅力的ですね。なんて言うんでしょうね、今はソフト申請全盛の時代で、まあ、あえてこういうハードウェア申請を使う理由が見えない場合も多いんですけども、オリジンの場合はその音の存在感であったりとか、実際に弾くということを考えるとキーボードタッチの良さだったりとかっていうので、実際に使っていただくと、ハードウェアならではの良さというかですね、はい、必ず見つけられるシンセではないかと思いますんで、ロックオンではおすすめです。はい、せーの、ロック TV オンでした。